ラジオコンプレックスブラザーズ、ラジオコンプレックスブラザーズ、 RCB ラジオコンプレックスブラザーズ。皆さんこんにちは、フリーサウンドエンジニアの大和凛です。皆さんこんにちは、大和凛評論家のインカネーションです。すごい肩書きだね。はい、もうこれしかないです私は。大和凛を評論するという立場で、はい、生きておりますんでね、お久しぶりでございます。よろしくお願いします。お久しぶりでございます。はい、ラジオコンプレックスブラザーズ、一度限りかどうか分かりませんけど帰ってきました。皆さん元気にしてましたか？これ何年ぶりですか？前に仮面ライダーの CD のレビューやってもらったのが最後なんだよ、確か。あれがなんと2017年なんですよ、うん、ああ、いや4年ちょいだ。もう相当久しぶりなわけで。そうだね、その時の、 あの放送聞き直したんですよ。あ、本当に？俺全然それ聞いてないわ。だってこっちとは緊張するわけですよ、4年ぶりにさラジオ呼ばれてさ。コンプレックスブラザーズ撮ると思わないじゃん。俺ラジカンのゲストだと思ってるから超気楽だと思ったらさ、台本送られてきたらラジオコンプレックスブラザーズって書いてあるわけ。見たことあるぞこのタイトルと思って。あんた出てたよってやつだね。そう、勉強し直したわけ。はい、ありがとうございます。4年前だからさ、リン君もまださ20代なわけですよ。そうだ、うん、ギリギリ20代だね。ギリギリ20代の時、あ、20代の人ならこれわかるでしょみたいな話してて、うん、あ、そんな話してたんだって思って今考えたらもうどっちも30も中盤ですよ。こっちももう33になりましたよ。36になりましたからね。そうだね、俺3つ離れてるからね。いや、だから今までそのこの4年間大和凛さんはこうラジオ、なんだっけ、ラジオカンファレンス、ラジオカンファレンス、はい、ずっとやってて。そうだね、 CD も出してたでしょ。うち4年のうち3年ぐらい CD はね出してた。仮面ライダーシリーズの続編のボリューム3とかまでは出してたでしょ、うん、全然呼ばれないわけその時も。で、今日なんで呼ばれたのか知りたくて、実はこのオープニングで。あ、オープニングでそこを聞きたかったのね。そうだって、この後ちゃんとメイントークコーナー、皆さんね、これまあ皆さんこの後メイントークコーナーミュージックマニアックスって、まあ、インスパイアの新しい CD のレビューをするんですけど、その前になんでじゃあここでインカネーション呼んだのかっていうのを聞きたいわけですよ。一番はそれまでの CD レビューに比べて、インカがガンダムは知ってても仮面ライダー知らないじゃん。そうね、あんまり知らないね。あの、そこで俺が仮面ライダーシリーズを打ち続けてたから、あの、結局ライダーネタとかキャラクターにフォーカスした話っていうのがやりづらそうだったのよ。てかできなかったじゃない。なるほどなるほどね。で、はい、あのちょっとしんどそうかもって思って、あの、遠慮したっていうのが実は一番の理由なの。荷が勝ちすぎるとあいつには、と。そうで、かといってじゃあ他の人にレビューしてほしいかって言われると、インカ以外にレビューをその自分わざわざ自分でゲストに呼んでやるって、あの、まあ、仮面ライダーの音楽を作ってるご本人が呼べるとかだったらまあ話は別だけどさ。そりゃそうだ、そりゃそうよ。あの、仲間内の中で音楽評論をやらせた時にインカほど面白くてしかも内容を聞けるってないだろうっていうのはずっとあるから、そうなると、あ、ライダーでやり続けるのはしんどいなっていうのをちょっと思っちゃったわけですよ。あ、なるほどね。だから一人でやってたわけだ。多分インカが相当大変だと。うん、まあね、勉強し直さなきゃいけないこともあるからね、いろいろね。そうだけど、ガンダムだったらもう得意分野じゃないですか。まあまあ嫌いじゃないよガンダムは。そう、すっきりした。なんで呼ばれたのか分かってすごい気持ちよくなった。でもさすがにこれは納得の理由だと思うんだよね。納得の理由、納得の理由、はい、俺頑張ってレビューできるわこの後。そうそう、よかった、はい、よかった。はい、ということで、じゃあ今回のトークテーマは今言ったやつです。改めて言わないのね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。RCB エクストラコンプレックス、コンプレックスフォーエバー、ステイチューン。ブラックカラーになって迫力さらにアップ、スモークカラーのギアケースがメカニカルなムードを盛り上げる。さらにシャーシは安定重視のスーパー FM、 今度のレースが待ち遠しい。ブロッケンギガントブラックスペシャル、ミュージックマニアックス。このコーナーはインカネーション大先生にヤマトリンのアルバムをレビューしてもらうコーナーです。今回レビューしていただくのは、この冬込みの新作でございます。インスパイアリバティ、機動戦士ガンダム編でございます。
よろしくお願いします。お願いします。なんで大先生なの？あー、すげえやりづらいんだけど。評価を受ける身としては、この瞬間君は俺にとっての大先生だからね。ただの一リスナーですよ、やっぱり。一リスナーですけど、あの、音楽に関しては一リスナー。だけど、ヤマトリンに関しては評論家ですから。そうだね。評論家大先生ですからね。はい。まあ、いきなり、まあ、ちょっとオープニングでも触れましたけど、ちょっとクレーム言っていいですか？クレーム、はい。すいません、この CD に対するクレームをちょっと。クレーム、はい。いいですか、一つ、ね。はい。誰が全曲入れろっつった本当に。いや、俺に何かが囁いた。これインスパイアリーって言って、シリーズ化するのか知らないですけど。するよ。するの？するよ。今後、どういう展開していくのか知らないけど、何このコンセプトは全曲入れるなの全、ガンダムシリーズで極力全部入れる。で、ファーストだけは、全部入れられる曲数なのよ。ファーストはね。ファーストはまだね。そう。で、ゼータも劇場版含めて全部入れられる曲数なのよ。8社倍を入れたとしても全曲いけるのよ。まあまあ、そこら辺は、じゃあインスパイアリバティということで自由にやっていただいてね。はい、いいと思うんですけど。その通りです。まあ、その記念すべき第1作目、インスパイアリバティ、機動戦士ガンダムと。はい。いうのをレビューさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。すごいな。まだ曲のレビューに入ってないのにこんだけ喋ってんだもん。早く入らなきゃと思って今急に方向転換しましたけど。したんで、はい。はい。行きましょう。じゃあ行きましょう。とりあえず1曲目からね。はい、行きましょう。1曲目、トベガンダム。うん。まあ、原曲もちろん知ってますよ。原曲知ってるんですけど。うん、はいはい。原曲に忠実な結構テンポ感というかリズムなんだけど、うん、かなりあなたポップで軽快にアレンジしましたね、この曲を。トベガンダムの印象がさ、原曲のね、うん、ガンダムのさ、歴代後のシリーズに比べるとさ、まあ当然さ、トベガンダムっていうタイトルからしてさ、いわゆる巨大ロボットアニメ、うん、前としてるじゃん、はい、この曲。そうだね、そうだね。やっぱりこういうアレンジは向いてるだろうって思ってやったらハマっちゃったっていう。ハマったね。で、これを全体的にこう軽快でポップで、ああ、ロボットアニメのオープニングだって感じになるわけですよ。昔のね。うん。原曲ちょっと重めなんだよね。あの歌声も相まって、ちょっと重めなんだけど。そうだね。そうそう、それを軽くなってるのはいいんだ。俺全然そこはいいんだけども、だけどもよ。うん。うん、感想ちょっと遊んだだろ。ああ、そうね。ちょっといきなりジャズになるからね。そう、感想がいきなりジャジーになって、ああ、この曲をこいつはカフェで流したいんだなと思って。あ、あのカフェシリーズなのねって思ったわけですよ。1曲目これだから。そうだね。そう。ね、音の質、うん、とかはもうクオリティも全体通して上がってて、もちろん歌声も良くなってるんですよ。やっぱり大人になりましたね、ヤムトリンさんね。ありがとうございます。まあ歌声については後で。ゆっくり褒めますけど、はい、ゆっくりなんかじわじわ殺していくみたいな言い方になってて怖いんだけど、真綿で締めていきますけども、褒めるって言葉で使う表現じゃねえんだよ。このトベガンダムに関しては何を僕はピックアップしてね、注目して聞いていただきたいかっていうと、僕はドラムが好きです。これあのね、めちゃくちゃ意識したの、ドラムは。あ、やっぱり。実はね、これはすでに YouTube でフルサイズが上がってるんですよ。はい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 、公開済みなんですけども、ね、これね、ドラムのパターンがちょっと変わってるんだよ、 CD 版は。おお一回変えたんだ。1年ぐらい前に公開した後、めちゃくちゃいろいろ聞き直してアルバム完成させた時にちょっと気になっちゃって、ほんのちょっと直した。あ、そうなんだね。すごいね、いいドラムだなと思って聞いてましたね。はい。まあ、1曲目、トベガンダムのレビューでした。まあ、ドラムをみんな、はい、注目して聞いていただきたいというところでございます。はい、どんどん行きましょう。2曲目、愛戦士。はい。クラブで流したいの、これ。あ、愛戦士。まあ、ポンポン言ってるしね。これはちょっと EDM 感が出てて、ノリノリだなと思って。この曲さ、メロディーとかもそうだし、うん、コード進行ギターで弾いてると分かるんだけど、もう超ドメジャー進行なんですよ。はい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 。でいてタイトル愛戦士じゃん、はい。死神とか出てくるじゃん、歌詞に、うん。そう。ものすごいパラドックスを抱えた曲、ガンダムの中で多分トップクラスなんですよね。うん、矛盾があるよね、そう。曲のイメージと歌詞に。だったらそのギャップをさらに強める、うん、カバー CD 作るってデフォルメじゃないですか、基本的には。はいはいはい、でデフォルメする時って特徴をまるで違うものに置き換えるっていう手法と、それを極端にしていくっていう方法論が、うん、まあ、はいはい、メジャーな方法なんですけど、強調していくやつね。このトベガンダム愛戦士まではとりあえずそのメジャーどころの2つの方法を取ったんだよね、はいはいはい、それぞれで。愛戦士はギャップをすげえ強くするっていう方法。なるほどね。そう、まあ、皆さんぜひ聞いていただきたい。あ、確かにデフォルメされてるなと思うんだけど、 やっぱヤマトリンって真面目なんだなと思うのは、感想のギターソロはかなり
あ、原曲リスペクトしてるなと思ったんですよ。はい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 、しました。だよね。あ、うん、ここまでデフォルメさせといて、ここは原曲リスペクトなんだっていうのが、僕はあの個人的には好み。ああ、ありがとうございます。そこになんとヤマトリンとしての矛盾が生じてるわけですよ。これをデフォルメしたいのかリスペクトしたいのかっていう。あれだよ、デフォルメをしつつリスペクトもしているっていう回路はあるよ。あ、なるほどね、全部デフォルメするわけにはいかないから。そうしたらまた曲違う曲になってしまう恐れもあるしね。あ、そうですか。なるほど。いや、うん、この後に曲待ってる曲のレビューが僕メモ手前あるんですけどね、目の前にメモがね。はいはい、笑っちゃいますよね。だからちょっと、ね、そうですね。楽譜的な観点で言うと次の曲はそうですね。そうですよね。はい、次行きますか。じゃあ 次、はい、次3曲目、砂の十字架。はい、まあ、まあ、マイナーではないよね。でもまあ、メジャーかって言われると、そんなにメジャーじゃない砂の十字架なんです。うん、知ってる人は知っている。ね、はい。で、前2曲が、だいぶ、ポップな感じでしたけど、急に重たいサウンドがこう出迎えてくれて。ね。だって作詞曲、谷村新司先生ですからね。谷村新司先生ですからね。はい、それは原曲もそうなりますよ。で、これはどっちの方面にデフォルメしたんだろうと思ったら、より重い方にデフォルメしたのかなと思って。あ、はいはいはい。まあ、ガルマーが死んで、ね、まあ、今更ガンダムのね、初代ガンダムのネタバレとか言わないでくださいよ。あの、コンテンツ的には30年以上前ですからね。ガルマが死んだ、の前後の話じゃないですか、これちょうど。はい。砂の十字架は。だから、そうですね、まあ重くていいだろうっていうのと、俺はもうこれを初めて聞いた時に、あ、もう超演歌やんってなったんですよ。そうだね、歌謡曲だね。そう、だから僕はそれがやりたかったんですよ。こういう言い方ちょっと失礼になるかもわかんないんだけど、うん、こういう重厚でちょっと哀愁漂うな曲って、作れなかったと思うんですよ、ヤマトリンって昔は。あ、はい、その通りです、おっしゃる通りです。これを作れて歌えるんだって思ったことにちょっと感動した。これはね、単純に年食ったからかもしれませんね。ちゃんとだからこれ言っちゃうとね、皆さん聞いてると、お前ふざけんなってヤマトリンのファンに怒られるかもしれないですけど、弾けるレベルで歌えるようになったのはすごいなと思って。なるほどね、褒めてんのよ、褒めてんのよ。なるほどね、はいはい。あ、ね、すごくわかる俺は。わかる、そうなんだよ。だって変な話さ、今回のラインナップこれとかめぐりとかいろいろありますけど、あります、ね、入れるかどうかはばかられる曲トップ2じゃないですか。そうですね、そうですね。これもネット版と CD 版がめちゃくちゃ違うんですよ。あ、そうなんだ。正直ネット版をアップしたけど俺かなり後悔してて、これ一回公開しちゃってるから CD には絶対入れるけど、うん、入れるってなったらもう絶対変えなきゃダメだって思って、はい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 、外いじりました、これは後で。いや、ぜひ聞いてみんな、これちょっと5分ちょっとあるけど、ぜひ聞いてみてください。はい、いや、聞いてほしい。次、はい、スターチルドレン。はい、スターチルドレン。またこれはさ、もうさ、もう初見の人本当申し訳ない、初見の人置いてけぼりにしますよ、しますけど、うん、はい、お前っぽい曲だな。これは楽しかった、すげえ楽しかった。これはヤマトっぽい曲にアレンジしたな、相変わらずって感じだもん。でさ、これ原曲、もちろん原曲聴いていただきたいんですけど、はい、伴奏はそこそこ軽快なんですよ、軽快なんですけど、屋敷隆人さんの歌声は結構重いのよ。重いし渋いね。渋いし重いのよ、重厚感があるのよ。あるね。だけどこの伴奏も歌声もアレンジも全てヤマトリンにしてしまってるんです、この曲は。そうですね。だからこの11曲の中で僕一番オリジナリティが高いのもこのスタジオだと思ってます。あ、本当にそうなんだ、はい、へー、意外、好みぶち込んでんなっていう意味でね。ああ、そうかも、でも言われてみるとそうかも、うん、ああ、なるほど、そういう風に聞こえるんだ。ガンダムの歌だと思わないもん、聞いた時に、ね、俺戦隊ものの歌かと思ったもん。あれだよね、そのなんだ、ギターのリフとかが入ってるピアノが流れてくるところに全部金管楽器入れてるからね、うんうん、金管じゃブラスサウンド入れてるからね。そう、ブラス入れてるから。そうね。そう。でもね、まあ、こういうちょっと古風なそのメロディラインの曲みたいなのをアレンジするの本当に似合うよね、あなたね。しっくりくるよね。やっぱね、この時代の音楽が好きなのよね。多分好きなんだろうね。そう。だってさ、最近の話、割と最近の話ですけど、俺かぐや姫にドハマりしたからね。フォークソングじゃないですか。かといったら、あの鈴木雅之先生にドハマりした時期があって。はい、いいですね。いいですね。そう、まあ、完全にかぐや様を告らせたいから入ったんですけど。だこういう昔の曲を現代にこう蘇らせるというか、はい、リプレイスするアーティストって言ったらちょっとかっこよくない？
あ、それすごくかっこいいけどさ、恐れ多すぎるよね。え、そこ目指してほしいよね、やっぱ。やっぱヤマトリンっぽさがすごい溢れてる一曲だと思います、このなるほどアルバムの中で。はい、ありがとうございます。次、はい、5曲目、今はお休み。はいはい、これ、ね、いや、まずやると思わないよね、これ、ね、そう、やると思わない。まずやると思わない、はい、で、ここで響いてる管楽器、弦楽器、リズム隊全部取ってもすごい楽器のクオリティが高いんですよ、この曲。うん、と感じました、うん、私は。ああ、それはありがたい。さらに今風にアレンジしてるなと思いました。ああ、でこれが果たしてじゃあ楽曲だけの問題なのかって言ったら違くて、まあ皆さんご気づきだと思いますけど、はい、まあ、ヤマトリンじゃないんですよ、歌ってんのが。そうですね。これ誰が歌ってるんですか。これ人間に聞こえます。いや、人間にはまあごめんなさい、ギリギリ聞こえないんですけど。そうですね、これはギリギリ聞こえないですね。だいぶだいぶでも ここのクオリティまでいったんだと思いました。そのこういう歌わせるなんて、はい、ロボットというか、ボーカリストです、ボーカロイドですね、いわゆるボーカロイド。誰だ、いや、どれだっていう話になるわけですよ、これ。はい、これは私がかねてより使い続けてきたですね、ニュートリノというシリーズを使っています。はい、でこのニュートリノっていうのは、ニューラルネットワークっていう技術で作られたボーカロイドで、普通のボカロってさ、うん、いわゆる楽器みたいにピアノロールに打っていってさ、ひらがな当ててってさ、陰陽抑揚とかを全部こうやってみたいな、はい、調教の仕方をするんですよ、はい、このニュートリノっていうのはソフト自体めちゃくちゃ軽いし、調教できる部分ほとんどないの。へー。だけどほぼ一発でこれ出力してくるのね。これニュートリノのライブラリ3人分かな。あ、そうなんだ。誰ってわけじゃないんだ、これ混ぜてんだ。そう、ニュートリノの3人、ね、東北キリタン、東北イタコ、セブン、あともう一人誰だっけな、なんかその辺を使ってるんですけど。あ、セブンね、ナンバーセブン、セブン。このニュートリノのすごいところは、そのいろんな楽譜を、そのなんだ、ライブラリをされる人がすげえたくさん歌うじゃん、うん、譜面通りに、はいはいはい、でそのデータを全部バーンってコンピューターに与えて、コンピューターに人間がこういう譜面だったらこういう風に歌うっていうことをコンピューターに学習させて、すげー、じゃあ新しいこの譜面を、はい、渡しました、あの方はどういう風に歌うでしょうかっていうのを演算して出力させるっていう種類のソフトなのよ。へー。でこれフリーソフトなんです。フリーなんだ、すげーな。でもっと恐ろしいのは、ここがフリーソフトたるゆえんなんですけど、 GUI がないんです。え、グラフィカルユーザーインターフェースが存在しないので、何で動かすかっていうと、プラグラムを自分で書いてコマンドプロンプトで動くっていう。嘘でしょ。変態ボカロなんですよこれ。なるほどね。あ、だからさ、その作り方は分からなかったんだけど、今分かったんだけど、歌声にフューチャーすると、ね、僕らが出力されてる曲しか聞こえないわけですよ。もちろん当たり前ですけど。そうだね。そうだね。そう、誰なんだろう、どれなんだろうと思いながら、ちょっとパフィーみたいだなと思いながら。ああ、確かにね。そう、すごいね、聞きやすかったのよね。ああ、いわゆるボカロ曲なのに聞ける。うん、そうそう、ちょっとそれ、既存のボカロ曲はさ、もういわゆる電子楽器としてのボーカロイドとして聴いてるから、うんうん、人間が歌ってるものとして聴こうとするとすごい疲れちゃうじゃない。疲れちゃう。だけどかなり人間に寄せたはずなんだよこれ。寄ってる寄ってる。うん。これは面白かった、聴いてて。そうですね。これがここ3年ぐらいの間に僕が身につけた新しい技術です。あ、そうなんですね。はい。まあ次もそんな曲なんですけど。はい、きらめきのララですね。きらめきのララ。これも、まずね、まず楽曲としてのクオリティは高いです、相当。おー、ありがとうございます。で、やっぱリズム隊に、気をつけてんだなと、うん。すごい、これもね、リズム隊はこだわった。リズム隊こだわってんだっていうのと、あとは、間奏、間の間奏とアウトロのギターソロアレンジすごい好きです。はい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 、はい。あれすごい好き。ああ、これいいアレンジだなと思ったもん。おー、ありがとう。で結構ね、原曲はシンプルなんですよ、この曲。そうですね、そんなにうるさく楽器鳴ってないんですよ。鳴ってないね。で珍しいんですよね、こういうシンプルな曲をかなり賑やかにアレンジしてるって、あんまりヤマトリやらないなと思って、なんでやったの。もしきらめきのララって曲をね、バンドで、うん、やるとするじゃない、はいはい、そのステージでコピー版かなんかでやるってなった時、トベガンダムもアイ選手もやるんだけど、どうしてもきらめきのララが好きなアーティストがメンバーにいるからやろうってなって、ライブハウスでやったら、ドラムやベースとかっていうさ、リズム隊はどうしても強い楽器を使わざるを得ないじゃん。
そうですね。で多分ライブハウスでやったらこう聞こえんだろうなアレンジ。あ、そうなんだ、これバンドサウンドアレンジなんだ。そう、あー、だから楽器の数は少ないのこれ。はい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 。だドラム、ベース、ギターがな、あのアコースティックギターが鳴ってて、で、あとシンセサイザーでストリングスとかを入れてるっていう設定にしてあるから、そう、同時に鳴ってる楽器の数はそんなに多くないの。そうだね、そんなに賑やかじゃないんだけどね。一つ一つの楽器がちゃんと主張してるから、そう、賑やかに聞こえる。そう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 。でだから他の曲よりドラムのバランス強めのはずなのよこれ。そう。そうね、リズム帯好きとしてはやっぱドラムのバランスが強い曲が好きなんですやっぱり。はあ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 。そう。でちゃんとギターとベースと鳴っててっていうバンドサウンドは好きなので。はいはいはい、わかります。好きだなと思って聞きながら、でもヤマトリンにしては珍しいな、はい、この曲って思いながら聞いてました。そうだね。面白い。これこのね5、6曲目で今お休みときらめきのララは面白かったね。うん。これはちょっと色物枠ですから真ん中に入ってます。はい。次、はい、シャアが来る。シャアが来る。シャアが来るさ、まあ別にあの最初に言っときますけど、はい、全然悪い曲じゃないです。原曲のことですか？いや原曲はもちろん悪くないですよ。全然悪くないです。うん、悪くない。このアレンジの話をしてるんですよ。私は。アレンジのね、あ失礼失礼、はい。悪くないです。悪くないけど、どうした？ジャズレストランでも開くつもりなの君は。これはシャアが来るっていうさ、もうなんつうの、シャアっていう強キャラをですよ、うん、そんなさ、でしかもなんかマイナーと言ったらちょっと失礼なんですけどね、だいぶ尖った曲じゃないですかこれ。尖ってるね。原曲も。そうね。でもこうなったらさ、こういうことするしかなくないっていう敗北を含めた意味で僕はこの曲は問題児だと思ってるんですよ。これどう仕上げてくんのかなってワクワクしてましたけど、あ、ディナーによく合う一曲に仕上がってるなと思いました。晩ご飯に仕上がくる、すごいね。だそのさ、鳴ってるさ、管楽器系の音もさ、すごいクオリティが高くてさ、あのカウボーイビバップ風シャアみたいな。そう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 、面白いと思って聞いてた。面白いのよ、クオリティ高いのに面白いっていう感想が出てくる歌ですねこれね。曲のリズムこれ変わってるからね。歌も遊んでるもんだって。遊んでる遊んでる。歌も遊んでる、歌声もね。そう、歌撮ってる分には楽しかったよ。、はい、このアレンジはねとっても楽しくて好きです。もうこれはね、言葉を尽くす必要はないです。聞いてみてください。これは超楽しいんで、はい、でここまで結構楽しくこうスターシルドレンぐらいからヤマトリ遊んでんなと。うん、ね、5、6、7と来て、次、ビギニングですよ。はい。モテようとしてんの？と思って。あ、でも確かにこれはそうかもしれない。だって今までこんなの作ったことないもんね。モテようとしてんのかな、こいつと思って。うん、サビのさ、はい、そして時が健やかに、はいはいはい、のところ。あそこを、あそこは、だから原曲はもうちょっと、なんだろう、いろんな音が鳴ってたはずなんですよ。うん、でこのアレンジだと、ヤマトリのボーカルがかなり強調されてて、他の楽器は控えめじゃないですか。そうだね。コーラスが乗ってるからね。そうだね。やっぱモテようとしてるのかなって思って。結構、そのいろんなアーティストさんのお手伝いをここ何年かでしたときに、やっぱりボーカルをちゃんと手前に置いてあげるっていうのは、やっぱあるべき姿の一つなんだなと。うん、だと思うよ、やっぱりそれは。うん、あって、そこはね、時流にね、自分をね、寄せたのかも、この何年かで。いい曲なんだよ、これ、本当に。ビギニング。なんかね、あれかも、J-POP でさ、最近なんかこういうサウンド流行って、たじゃない、というかエド・シーランとかが流行ったあたりからこういうの結構出てきてて、はい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 、ちょっと流行ってるね、うん、そうで今でも結構こういう時流って残っててさ、 J-POP、J-ROCK の間で結構こういうの好きな人いてさ、残ってます、ね、であとこういうのとあのヒップホップアーティストとかでもさ、あんまりヒップホップ感ないなっていう曲でこういうの出したりすることあるんですよ、はい、あのそれを一括りにするとモテたいんですねに確かなるわね。そう、うまい、さすがモテたいんだなって思いました。モテたいかもね。いい曲です、聴いてみてください、はい、風に一人で、あこれはやばいやつ、なんで何がやばいやつなの。いやこれは後でネタバラシがあるんで、はいどうぞ続きを聞かせてください。これまあ原曲からまたアレンジが変わって、まあギターロックな感じにして、うん、そうですね、ちょっと新しめだから、新しめって言っても現代最近のじゃないんですよ、ちょっと前のミドルバラードみたいな感じでアレンジされてて、はいそうですね、でバンドサウンド好きな俺としては結構あこれは楽しめたなって、聞きやすいなって思って、
すんなり聞いてましたけど、何ですかその半笑いは。いや、これはね、ネタが分かった瞬間、お前も同じ反応になるはずなんだよ。どういうこと？気づかなかったんだ、これ。この曲は、俺たちが好きな、あるバンドの、ある曲のアレンジを完全にパクったんだよ。これは遊んじゃったやつ、一番遊んじゃったやつなの。嘘、気づかない。何も気づいてない、俺。これ、ファイヤーボンバーの、フィールユニバースってこのアレンジなんだよ。もうイントロのギターのさーフレーズとかほぼ完璧なのよ。コードだけ合わせてあって、もう一回聞こう。でサビ入る時にギューンってギター入ってきて、ドラムがドンツクドンツク出てくるって、完璧にやったのよ俺これ。ああ、これ曲振りで遊ぶつもりなの。すげえ遊んでんじゃんそれ。そうそう、でしょ。気づかなかったよ。たまらになるでしょ。気づかなかったよ。あ、いいバンドサウンドだなーと、ギターロックいいよなーと思って聞いてて、で今あれ感想流れてますけど、はい、感想のところで、あのギターのソロが流れながら後ろでさ、ふわーんふわーんっていうさ、そうそう、シンセ流れてんじゃん、うん、これもう完璧だから、うん、ここが聞きたかった。なんでなんだろうと思って、なんでここでシンセが鳴るんだろうと思ってて、これはマクロスなんだよ。これはファイヤーボンバーだったの。これはファイヤーボンバーをやりたかっただけなんですよ。別の、しかもロボットアニメの、しかも年代も違う。年代も全然違うけど、でもだからちょっと前のって言われた時、あ、バレてるかもしれないって正直ちょっと焦ったよ今。あ、ちょっと前の曲っぽいなと思ったの。ちょっと前のギターロックっぽいなと思ったんだけど、そりゃそうよね。そりゃそうだよ、ファイヤーボンバーだもん。そりゃそうよ、ファイヤーボンバーだもん。それは福山よしい大先生ですから、ファイヤーボンバーな一曲でございますけどね。そうなんだこれ。そうなんですよ。もう遊びの一曲をここで入れてきたわけですね。この最後の最後、もうあれですから、大盛り上がりの前にちゃんと一個遊びを入れてあったんです。なるほどね。そうっす。そう、そんな、もうここもいいですよ。風に一人では。はい。はい、すいませんでした。いえいえ。巡り合い。はい。これはね、実は、初代ガンダムの曲の中で一番好きな曲何ですかって聞かれた時に僕巡り合いなんですよ。ああ、なるほど。ぶっちぎりに好きなの、この曲。ぶっちぎりですよ。わかります。これもうハードルガン上がりですよ。だからアレンジどうなってんだろうなと思って。はい、で、ディスペクトが深いアレンジって言ったらいいのかな？かなり。ヤマトリンもこの曲好きなんだなと思って。この曲大好きで、実は全然違うアレンジを最初考えたんですよ。まあ、そうなの？で、僕の調べによると、おそらくガンダム、うん、ファーストガンダムの曲の中で、てか下手すると全ガンダムの中で最もカバーされた曲なんですよ、これ。はいはいはい、そうですね。それこそ古谷徹さんとかも歌ってんじゃないこれ。ああ、そうね。僕らが大好きな水の星へ愛を込めてでおなじみの、森口博子さんとか、ガンダムシードでも主題歌歌った玉木奈美さんとか、はい、いろんなトップアーティストがこの曲をやってる。あと、ガクトさんの好き。ガクトさんもやってるし、グランロデオの谷山貴章さんもやってる。ああ、やってるやってる、そうそうそう。いわゆるトップアーティストがやりたがる曲なんだよ、これ。はいはいはい。全部聞いたの。はい。あ、全部聞いたんだ。少なくとも確認できるやつ全部聞いた。おお。で、みんないろんなアプローチするんです。はい。あれです、森口博子さんに至っては、アカペラコーラスのみでこの曲をやってたん。いや、すごい。全部森口博子さんっていう。その言い方があれだけど、まあそうね。そうそう。その通りなんですよ。うん。で、一通り聞いた最後の俺の感想が、無理だったのよ。だったら、もう完コピしてやろうと思って、果てしなく完コピしたんです、これ。そうだね。そう、楽曲の楽器構成とか一緒だし、ほぼ一緒だし、メロディーとかリズムのズレとかもほぼ完璧再現したんですよ、これ。完全カバーだよね。なんだけど、やっぱり原曲とは少し違うよね。楽器は、とか録音の仕方が違うからね。でも、現在、ヤマトリンができるであろう、はい、楽器の音質、はい、歌唱力、はい、アレンジ力、その限界すべてをぶつけてんじゃないかなと思って、この曲。制作時代一番最後の曲でした。アレンジはないのよ。ほとんどない。ほとんどないんだけど。全くないと言っても過言じゃないですね。傑作です。とてもいいです、これ。こういう言い方したらあれかもしんないけど、アレンジってさ、ごまかしが効くじゃん。逃げれるからね。逃げれるじゃん。そういうアレンジですっていう逃げができるじゃん。もう逃げらんないじゃん、ね、ここまで完コピしちゃったら。そうだね。でも、逃げようないね。でも聞けるんだよ。聞けるようになってるのはすごいなって思いました。未だに自分でも本当にね、なんだろう、処刑台に立つ気分で聞いてます。ああ、でもね、胸を張って処刑台に立ってくれ。俺、そう、いや、胸は張るんだけどさ、やれることは全てやった。うん、あとは死ねと、言うのか、俺を救いましょうと言ってくれるかどうかは、もう聞く人それぞれが判断していただきたいまでは頑張った。うん、
すごかったよ、これ。これ聞いてびっくりしたもん。あ、ここまで来たんだなって。ヤマトリンはと。ああ、ちょっと救われたね、今ね。これ自信を持って送り出せる一曲だと思います。ぜひ聞いてみてください。はい。最後。永遠にアムロ。永遠にアムロ。エンディングテーマ。はい、テレビシリーズエンディング。あの、寂しげなエンディングテーマを、かなり明るくしたね、君。暖かくしたかったな。あー、暖かくしたかったのか。暖かいんだからなんですよ。ちょっと古いけど。ごめん、安くしちゃった、今。で、まあ、あの、ヤマトリンといえば、このデジタルサウンドですよ。打ち込みデジタルサウンドが、あの、心地よく響く一曲で。ただ、なんだろうな。とてもエンディングとは思えないアレンジになってて。どんな気持ちで聴いていいのか分かんなくて。でも今分かった。あったかくしたかったんだと思って。これを聴いて起きればいいんだ、冬の朝にと思って。あー、なるほど。そういう風に聞こえる聞き方があるんだ。なるほど、確かに。終わりじゃないんだ、これ。始まりなんだと思って。もう一回聴いてくださいってことですね。そうそう。これで一曲目に戻れ、または次のアルバムも変えってことなんですよ。あ、そうですね。それいいですね。それいただきました。次につながる一曲だなと思いましたね。ありがたい。まあ、これも、どうなんだろう。ヤマトリンっぽさはかなり出てるんですけど、そんなに悩まなかったでしょ、これ。うん、ね、ただ作ったのがもう1年ぐらい前なんで。ああ、そうかそうか。そう。このアルバム、まあ、コロナのこともあって、すごい長期間かけて作ったんで。はいはいはい。だそれもあって音質いいんですけど。ああ、じっくりやったからね。じっくりやってるからね。だって2回3回直してる曲とか、アレンジ全部ゼロから作り直してとかのやつもあるからね。すごい。まあでも多分あんまり悩まなかったんだろうな。うん。なんか、らしさが出てるな。らしさっていうのが、ちゃんとらしさっていうのがさ、ここ何年かで確立してきたなと思いました、僕は。ああ、それはそうなのかもしれないね。さすがにこれだけ仕事もやってるとね。そうそう。ヤマトリンらしさって出てるなって思いました。で、はい、まあ、ここまで11曲全部レビューしてきましたと。総評。総評、はい。総評に行きたいと思います。まあ、とにかく、過去の作品全部ひっくるめても、かなり高品質な一枚に仕上がってると思います。ありがとうございます。で、皆さんにね、じゃあどれ聞けばいいのと、まず、言ったら、うん、まあ、もちろん一番最初から聞いてほしいんですけど、そんな時間がないという人は、個人的にね、ヤマトの個性を知りたいで、ヤマトリンの個性を知りたいなと思ったら、ストアチルドレンも聞いてください、スターチルドレン。さっきの話からするとそうだと思いました。そう。ヤマトの技術が知りたいなと思ったら、巡り合いを聞いてください。巡り合いですね、はい。ただ、この11曲すべてに聞きどころはあって、捨て曲はないので、かなりおすすめです。ありがとうございました。ヤマトリンさんから何かございますか？このアルバムを制作するのに過去つけて、まあ、プラモをしこたま買っていいっていう自分のルールを課したことは、でかかったと思いました。楽曲関係ないんだよな。以上、インカネーション大先生によるミュージックマニアックスのコーナーでした。と思ったのだ。どこか遠く空の向こうへ行こうと。そう、そうなのだ。この無重力感覚を味わうため。快適な宇宙旅行をサポートする日本宇宙航空社。予約チケットならさらに。現在指揮者は指揮棒を振るって指揮を取りますが、昔は違いました。さて、昔は何を使って指揮を取っていたでしょうか？これはね、一応僕はほら音楽の人ですから分かってますよ。大丈夫です。牛骨です。牛骨です。で、牛骨がね、その後ね、違法になったんですよ。一度。神聖なものですからね。イスラム圏内ではね。ね、目指しの骨になりました。見えねえじゃん。見えねえよ。すいません。正解は、杖でした。はい、このコーナーでは、ヤマトリンに答えてほしい問題を募集していました。番組再開の暁には、どしどしご応募ください。ああ、後悔しかねえ。はい、エンディングでございます。はい。楽しかった。やっぱね、あなたとラジオするのは楽しいね。
あ、そうですか。私も久しぶりのラジオで相当楽しかったです。あ、こういう収録番組系って最近全然出たりしてない？やってない、全部生だもん。収録やってない、全然。生はねちょこちょこね、ツイッターのスペースとかでもね、あの話俺たちもしてるけどね。そうそう、最近そうですね、配信、僕も配信アプリとかでやったりはしますけど、収録でラジオするって久しぶりだね。インカさんが今収録じゃなくてその生配信してる媒体って何なの？まあ基本的には僕はボイコネと、ボイコネ、はい、ミラティブかな。ミラティブ、ああ、だから分かんないんだ。そうなんです。どっちも入れてないんですよ僕。その2つでやってるんで。そう、ラジオ楽しいね。楽しい、ラジオ楽しい。ラジオ番組はやりたいやってるじゃん、ラジオカンファレンスやってんじゃん。一人じゃなくてだよ。一人じゃなくて、一人じゃなくて、だからラジオコンプレックスブラザーズはね、あった方がいいと思う。だから一生どうでしょうしますと変わんないわけよ、俺にとっては。 RCB はもしくは大和帝国政権放送でもいいですけど、今4年ぶりの新作ですから。4年ぶりの新作、そうですね、4年ぶりの新作ですねそれヨーロッパ行きそうな流れですけど、あれは21年越しとかだったけど2020年のね、新作の次できるのはいつなんだって思ってますけどね。もうまたロケ日撮りますよきっと、そしたら、ロケ日じゃなくて CD 作ってほしいんだよねああ、そっか、なるほど。そうか、だから CD をいっぱい作ればいい。そうそう、毎月作れば毎月できるわけですよ。ね、まあそれは確かにそうだわ。毎月確かに曲の納品はしてる毎月12曲入りの CD を3日で1曲以上作らなきゃいけないっていう計算だね大体ね。死んじゃう、死んじゃうね。ヤマトリンさんが死んじゃうよ。あ、まあ、皆さん交互期待ということで、まあ、ラジオコンプレックスブラザーズって僕とあのヤマトリンのラジオを熱望してる人が片手で数えるぐらいいるらしいんで、はい、その人たちがどう思うかだよね、この4年ぶりの新作を。そうだね、まあでも多少は年季が入ったんじゃないですか僕らも。そうなのかなこの4年の間にできたさ、自分の中で4年間で一番大きな出来事って何かある？あ、一番大きな出来事4年間で、うん、結婚したことぐらいですかね。あ、俺も結婚なんですよ。奇遇ですね。奇遇ですね。初対を持ったっていうこと。あと引っ越しをしたこととか。そういうとこだからちょっと落ち着いたんじゃない？あとお互いにその仕事の中身とかポジションが変わっていったってのもあるんじゃないの？あ、そうね。それはあるかもしれないね。そうね。仕事の中身が変わんなくてもさ、ステージは上がるじゃない、どうしても。そうね。もうやっぱりたまにバカな話したいよね。したいよ。だからラジカンずっと続けてるんだよだから4年に1回ぐらい、らあれかな、オリンピックの年ぐらいにやりますか、じゃあ ね、 まね、そうね、4年に1回ぐらい4年に1回ぐらい、いやもっとやりたいよいいじゃん、同窓会みたいなレベルでやれば。でちなみにですよ、じゃあちなみに、はい、あのコメントなんか、あの別の人からですよ、同じアカウントだったらダメだから、うん、個別で全然違う人からのコメント何件集まったら再開します？じゃあ、コメントでやるの？高評価とかでよくない？高評価だったら結構簡単に稼げちゃうよ。いいの？ちょっと待ってね、工作可能だよそれ。それ結構工作可能なんだよ。工作できちゃうの？高評価って。高評価できるよ。あ、できちゃうんだ。だって友達にこの動画の高評価ぜひしてくださいお願いします。そしたらインカが喋るんでって言ったら多分結構するよ。まあ、そこまで軽率にするよ。ああ、コメントはさ、さすがに中身見ないとさできないじゃん。はいはいはい、なるほどね。ヤマトリンの動画で一番高評価もらってる動画ってどれなの？え、俺が一番もらって、おいこらおいこら、それを比較対象にするな。ああ、これか、なるほどねえ、最大いくつなの今？俺見てないんだけど高評価。最大というか一番再生されてる動画の高評価は1200件だ。あ、あれだ、ウルトラマンオーブだ。そう、15万再生だね。そう、本当だ、1215。それ以上さすがに工作できないだろ、それは。さすがに工作。1215、いいね、1215ね、わかりました。じゃあ熱望してる皆さん頑張って1215人以上に声をかけてください。まあ、そうじゃないと再開しないってわけじゃないですけどね、別にね。だからレギュラー放送再開はいいね、1215以上ね。これが 10以下とかだったら二度とやんないです。ありえるそっちの方がよっぽどありえる。だってちょっと待って、ラジカンだって毎回どれくらいかって話よ。3とかだからね。違うのよ、これはだって4年ぶりなんだよ。まあ、確かに。そう、もうちょっとついてもいいじゃない。そしたらみんな聞きたいって言うんであればよ。そうね、うん、でそれはフェイクだったわけじゃん、10位以下だとしたら。でも知ってます、ラジオコンプレックスブラザーの第1回のいいねの数、はい、4ですよ
もうやめなきゃいけないんですよ僕ら。無理だな、もうやめなきゃいけない。第1回で4ですからね。第2回にだって1位ですからね皆さん。だからあのね、お前らね、これ BGM にして聞いてる人結構いるんですよ。再生は80とか言ってんだから。で、何度も聞いてるっていうヘビーリスナーも何だったらいるわけですよ。わざわざコミケの会場に来てラジオ聞いてますっていう人も全然見ず知らずの人ですよ。いらっしゃるんですよ。いらっしゃるのに、君たちは BGM にしすぎなんですよ。だからいいねをつけてないんですよ。ちゃんとね、好きはね、数字化してくれないと僕らも続けられないから。これはでもヤマトリンが悪いよ。ちゃんと、ちゃんと動画の最後に高評価チャンネル登録お願いしますって言わなきゃいけない。最後まで聞けるだけの長さじゃないよ、長すぎるんだよ普通に。ちょっと長すぎましたね。ここまで聞いてくださってる方はもちろん高評価していただけると思いますけどね。ぜひね、お願いしますね。お願いします。はい、はい、じゃあ告知いきましょうかね、はい、告知です。コミックマーケット、今回のねインスパイアリバティ機動戦士ガンダム編が発売される 2つの日程でございます。12月の30日、新コミックマーケット99、配置は東ホールです。今回のコミケね、前の動画でも言いましたけれども、あの東と南や西、あの行けるホール限られてますから気をつけてください。東派 24B ノンチン亭で、委託販売します。こちらメインはコスプレの本の方なんでね、委託ですから。で、メインは12月の31日、新コミックマーケット99、南館です。南ら 14B 大和工房です。こちらの方に商品展開いたします。よろしくお願いします。で、そして最近の、トピックスということで、私が参加させていただいている企画の告知でございます。仮面ライダーにも出演されておりました、俳優の加藤の太鼓さんの公演プロジェクトに参加しています。YouTube で公開中の加藤の太鼓ボイスサンプル、こちらの脚本、演出、編集を担当いたしました。ほとんど全部僕がやってます。はい。まあ、演者はね、もちろんご本人なんですけれども、よく聞くと俺の声も入ってる。ぜひ聞いてみてください。インコ君告知ないの？あ、インカネーションは日々、元気に生きてます。というわけで、ね、イーラさんの告知、日々元気に生きてますって告知、すげえいいな。元気に生きてます、いやすごいね、コミックマーケット様式が変わったんですね。いや、要はコロナ対策です。ああ、そうなんだ。行けるホール限られてんのすごいね。そう。で、会場もね、入れる人数がおよそ7分の1です。なんか完全予約制みたいな感じなの？そうです。でも、そうなんだ。昨日とか今日だよ確か、申し込み開始。うわ、抽選なんだ、すげえな。そう、抽選なの今回。わあ。では、はい、以上で終わりです。各コーナーへのお便り、番組再開への熱いメッセージ。これあれですから、もしかするとこのコメントは、いいね100個分だぜみたいな感じのね、レモン出してるみたいな感じのねコメントが来たら、インカもちょっとこれは1200個分かなってなる可能性ありますからね。ちょっと頑張ってコメントに熱を込めていただいてね。はい、はい、で含めて爆発的な再生をもし記録するようなことがあったら、さすがにインカ君考えてくれると思います。以上 RCB エクストラコンプレックスコンプレックスフォーエバーでした。またね。今週のセクシー、久々だな。こんばんは、リン姉さんよ。こんばんは。今週おすすめのセクシーの発表です。ペンペングサ。ペンペングサ。ペンペングサ。正式名称ナズナ。まあセクシーだよね。また来週。ちょっとフェチだよね、フェチ。